ステファン・サビッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。リーガ・エスパニョーラ・アトレティコ・マドリード所属。ポジションはディフェンダー。モンテネグロ代表。サビッチと表記されることもある。2007年から、セルビアの FK ビースケボルチャのユースチームに所属し、2009年にトップチーム昇格した。2010年8月29日、パルチザンベオグラードに4年契約で移籍した。 2011年7月に、マンチェスターシティ FC に4年契約で移籍した。しかし、出場機会に恵まれず、2012年8月31日、マティアナ・スタシッチ獲得の交換要員として、アッコフ・フィオレンティーナに移籍。2015年7月20日にアトレティコ・マドリードに移籍した。アトレティコでは、ディエゴ・ゴディンとコンビを組むが、度重なる怪我に悩まされた。 2017から18シーズン終了前には、インテルナツヨナール・ミラーノが獲得を狙っていると、報じられた。2021年5月8日、この日の FC バルセロナとのリーグ戦に出場したことで、クラブ公式戦200試合出場を果たした。2020から21シーズン、公式戦42試合に出場し、クラブにとって7シーズンぶりとなる、リーグ制覇に貢献した。 シーズン終了後の8月11日に、クラブとの契約を2024年まで延長した。モンテネグロ代表として2010年8月11日、北アイルランド代表戦で代表デビューを果たした。2011年8月10日のアルバニアとの親善試合で代表初得点を含めにゴールを挙げた。ありがとうございます。